everybody! This is Anime Game Otaku Night 5! Last episode, I've been doing some more side mission islands, and I've been trying to get Rei to make sure that Vivido and his friends go meet up with the Beastmen so they can make better impression and increase the friendship between the Beastmen people and Vivido's town. And now, I wonder what's gonna happen next. Let's go play! Okay, I think I'm in a brand new area. So let's go explore. Come on. Here comes a big guy. Okay, so there's a dead end. ここは任せます。強敵を発見しました。
Come on. So, she buying you some. Madame, I think so. Yeah, send me to see. Come on, come on. Okay, so the Beastman will be arriving any day now. Speak with Soli to see how the propellants are coming along. Yeah, I could skip this because everybody's gonna say they finished the training. Ooh, no, Simon's a fireboy. Okay, hold on. Before I go back with the main, let me go. Oh, let me speak with you. されているみたいですよ。写真？はい。みんな自分が憧れている人の写真を手に入れるために交換会なんかが活発になっていますね。そんなものが売られてるのか？知らなかった。しかしそれは大事になりそうだな。鬼人のイケメンと美少女の写真なんて奪い合いになるに違いないからな。どうしたんだろう、リムルさん。不穏な雰囲気だな。ところでリムルさん、交換会で思い出したんですけど、日本でも流行っていたトレーディングカードゲームを作るのはどうですか？トレーディングカードゲームか。大きな会場で大会が開かれたり、結構な規模だったよな。作ると言っても俺はルールやカードをデザインする知識はないしな。僕でよければ微力ながらお手伝いしますよ。本当か？他にも戦略なんかで知恵を貸してくれる人がいれば。戦略なら白狼だな。事情を説明してアドバイスをもらおう。あとはせっかくならテレビでやっていたカードバトルアニメみたいに派手なエフェクトを出してみたいですね。おお、いいかもな。魔法でなんとかなるかな。魔法のことならシュナに聞いてみるか。じゃあ早速制作に取り掛かりましょう。おお、まずは白狼に話をしに行こう。白狼、ちょっと話があるんだが、今大丈夫か？これはリムル様。ええ、構いませんぞ。実は今こういうのを考えていてな。魔術の札による試合ですか。なかなか面白いことを考えなさるだろう。で、戦略性が重要だからアドバイザー、助言が欲しいんだ。構いませんとも、
わしにできることでしたら何なりと。よし、戦略面のアドバイザーは白狼が引き受けてくれたから、次はシュナに魔法でエフェクトを出せるか聞きに行こう。よしな、今ちょっといいか。リムル様。はい、どうしましたか。実は今こんなのを考えているんだが、ってことなんだけど、誰でも気軽に扱えるようにできないかな。そうですね、それぞれの札に簡易的な刻印魔法を仕込めば疑似的な召喚魔法のようなことができるかと。なるほど、刻印魔法か。カードのような薄い素材に魔法を仕込むのでしたら、南西の丘陵のライガンワームから取れる染料がうってつけかと。ライガンワームだな。ありがとうシナ、それで試してみるよ。せっかくなので私も採取をお手伝いします。少し体を動かしたい気分でしたので。本当か、助かるよ。早速染料を南西の丘陵に取りに行くか。コク、新たな目標が発生しました。Okay, so exchanging photos has been a new trending. Now it's time to develop some new training cards. I guess I need to collect some new items. Let's look for them. Okay, so hopefully it'll be in the treasure boxes. Yeah, come on. Vortex Cross!Yeah, it's gonna be from the monster, so... Now...He didn't have to die. Okay, let's keep going. Koku, 接敵を確認しました。Nah, I guess the boss has the final die. Okay, let's go get it. クレアサークル。
Aw, man, you got a shield back. とりあえずこれで素材は集まったな。よし、あとは試作しながらリトたちとゲームを煮詰めていこう。リト発案のテンペスト製のカードゲームは無事に完成した。カードはゲーム中にリアルなエフェクトが弾け、バトルを一層熱くした。その派手な演出に子供から大人まで夢中になり、カードは作っても作っても即品切れになる人気ぶりだった。このテンペストカードゲームはまだまだお札をするように儲かる。俺の方がしばらく緩みっぱなしだったのは言うまでもない。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。今日も豊作だな。Ooh, and I finally got someone 100%. Nice. So I wonder what happens. Unlocks the spiral movement. Oh, cool. I got a new. So I guess if I manage to get 100% friendship bond with the Kalidors, I get to use the special abilities. I guess I'll just keep it the way it is right now. Huh. I wonder what this little guy needs. Ka, what's going on? Nimuro ka. Actually, I lost the card game card.お、テンペストカードゲームのか。俺も探そうか。助かるよ。どんなカードを落としたんだ。 SSR とかいう結構レアなカードらしくてキラキラ光ってるんだ。あー、確か前にグレが欲しがってたやつだな。手に入れたのか。あー、リトとグレに勧められて試しに買ってみたら、たまたまな。グレが必死に働いて稼いだ金を全部つぎ込んでも手に入らなかったのに。これが物欲センサーというものか。それをうっかり落としてしまってな。それはもったいないな。どこか思い当たる場所はあるか。ああ、この国の南東の区画しか歩いてないから、落ちているならその辺りだと思う。じゃあ俺はみんなに聞きながらその辺り探してみるよ。南東の区画だったな。住民たちにカードの落とし物がなかったか聞いてみよう。突然すまない、この辺にカードは落ちてなかったか。リムル様、カードの落とし物ですか。すみません、見ておりません。そうか、もし見かけたら教えてくれ。あ、リムル様、アクセサリー見ませんでしたか。いや、見てないけど。なくしたのか。ここに置いておいたのですが、ちょっと目を離したらなくなっていまして。キラキラ光って綺麗だったので、お気に入りだったのですが。そうか、わかった。見かけたら教えるよ。すまないが、この辺りにカードが落ちてなかったか。リムル様、カードですか。I'm guessing that. How much you bet that nobody's gonna know what happened to the card? So. カードってもしかして光っていたり
意しますか？そんなようなこと言ってたな。なんでだ？いえ、最近この辺りで光るものがよくなくなるみたいでして。へぇ。That's convenient. I wonder who's been taking shiny cards. この辺にカードゲームのカードが落ちてなかったか？リムル様、カードですか？そういえば、さっきそこで鳥が何か加えて飛んでいったように思います。む、鳥？そうか、ありがとう。なかなか見つからないな。待てよ、光るものがなくなる。鳥が何かを加えていった。噂の鳥が光るものを持っていくってことか？まだこの辺りをうろついてるかもしれないな。よし、ちょっと探してみるか。Okay, so apparently a boy took the card in. Let's see. Defeat the enemy using the secret skills, Thunderbolt. Uh-oh, do I have it? Yeah, let me double check if I have the Thunderbolt thing. Let me see. I don't have it, so I don't think I could complete this side mission. Oh, no, wait. I think the Thunderbolt is the name of the creature I'm supposed to fight against, and I could use my secret skill, the gluttony, to eat them, so I better go chase after them. Sorry for misreading the information.I just really thought I need a the skill was called Thunderbolt. Oh, there it is. Okay, give me that card. Okay, so there you go.Now I get it. The Thunderbolts are those purple boards. I get it. I get it. Okay, I still need a few more of those boards. Ooh, pizza cake.I still need one more, but I can't refill. No. And actually kill a board. Great. I don't think it's gonna count since I just.Kill the boy normally. Great. Send me one more little buddy. Okay, let's get out of here. SSR カードをゲット。カーが落としたカードって多分これだな。早速届けてやろう。ほらこれ。あ、俺が落としたカードだ。見つけてくれたのか。あり
まあいいってことよ。それにしても分かってるかもしれないが、それだけじゃ対戦できないぞ。もっとカードを揃えないと。ああ、俺自身がやるわけじゃなくて、これは仇にあげるつもりだったんだよ。え？あの仇がカードゲームを？まあ、リトが考えて作ったものだと知って遊び始めたみたいなんだけどな。仇は負けず嫌いだから、強いカードを渡してやりたかったんだよ。へえ、なんか意外。それにこのカードはリトが仇をイメージして考えたものらしいから、せっかくだし仇に使ってほしいと思ったのさ。そうか、お前たち本当に仇が好きなんだな。なんだ、そんなの当たり前じゃないか。そうだったな。こいつらの仲がいつも通りで本当によかった。お互いのことを思い合える仲間っていいな。はあ、ちょっとシオンたちの顔でも見に行ってみるか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。 And with that, we complete the side mission. Yay, we did it!Let's see. Okay, I guess no one else needs some help, so... Ah, hold on. A tough enemy awaits you ahead. Uh-oh. I gotta make sure that I'm ready for this. Nimble-sama, Eurazania の施設団があと3時間ほどで着きます。来たか。Okay, so we gotta make a good impression for the beast people. Let's not cause an incident. お初にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手、リムルテンペスト殿。私は大高くのアルビス。魔王カリオン様の三重士の一人です。おお。まさか最高幹部のお出ましとは。するとこっちもか。テンペストの名手とはどのような魔物かと思って来てみれば。Looks like someone's about to make trouble. 控えなさいスフィア。あなたの振る舞いはカリオン様の顔に泥を塗るのと同じ。うるさいぞアルビス。俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも、矮小で小賢しく卑怯な人間どもとつるむなど、魔物の風上にも置けぬわ。随分な物言いだな。このヨウムは俺の友人で同じ師匠についた弟弟子でもあるんだが。それがどうした。なあヨウム、お前もバカにされたままじゃ悔しいだろ。え、俺が許すからちょっと実力を見せてやったらどうだ。おいおい旦那、平和的に行くんじゃなかったのかよ。こっちから手を出すつもりはなかったが、向こうが仕掛けてくるなら話は別だ。ほう、やるか人間。あ、いや俺は。柏、やっちゃってくださいよ。舐められたままじゃカッコつかないです。しょうがねえな。旦那、ちゃんと骨は拾ってくださいよ。ああ、任せろ。黙って聞いていれば、リムル様への暴言の数々。我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。あなたの相手は私です。面白い。スライムの配下がどの程度のものか、この俺、白骨層のスフィアが確かめてくれるわ。まったく、しょうがありませんわね、スフィアは。グルーシス、あなたがあの人間の相手をなさい。え？いくら俺が獣王戦士なんで末席だからって、人間の相手なんて、まあいいか。遊んでやるよ、人間。Okay, so
since Siona's gonna be in the fight, she's gonna fight off against that white tiger girl, Sophia. So I gotta be careful not to lose. Ow! Come on, come on, come on! Your back is torn! Come on, Gokwan. What? How could he miss? She was right in front of me! Okay, this time I shouldn't miss. Ah, I missed! Ow, ow! Come on, Kokwan. Okay, so... Oh, wait. Oh, no, wait! This is halfway battle! It's not over yet! Come on, Gokwan. Almost there, almost there. So I need a few. Oh, never mind, I won. Wait, was a test? Mita Kaomaira. Kalera Watsuyo Kutokyo Mar. Wadera got Taito Nitskyo Nisawashi Aitada. Jura Tempest or Empoko no Meshu. Limur Tempest to Sono Yujin or Karon Zirukotua. Karion Samani Taisu Fuketo Moe. Wakatana. Sufia Samano, you are a Torida.獣人とこれだけやり合える人間なんざ、めったにない。嬉しいね。マルコ様ってよかったですね。シオン、お前もわかったな。シオン？あの、これどうしましょう。What do you mean? What? I, Sion, you don't want to stop it?Yeah, good idea. Put it upwards. And problem solved.
すがはカリオン様の認めしお方、あなたとあなたの国と縁ができたことに感謝を。こちらこそ、ようこそテンペストへ。その夜、できたばかりの迎賓館で歓迎の宴を催したのだが、えらく酒の受けがよく、用意した酒はほとんど飲まれてしまった。果物の収穫量から大量生産は難しいと内情を明かすと、果物を送るから酒をよこせと言われ、妥当な利益のラインが分からず専門家に任そうと、コボルトの商人の代表であるコビーに頼むことにした。案外取引なんて酒の席でまとまるものだしな。他国との交流、その始まりとしてはなかなか上々だ。自慢の酒類が獣人たちに好評でよかったが、まさか余裕を持って用意した酒が全て飲み干されてしまうとは。うん、I guess the alcohol is way more popular than sodas. 酒になりそうな果実を集めておくか。Okay, so I guess I need to go look for some sweet fruit. Let's go. No.Whoa, where did that big guy come from? Yes, I need one more sweet food. Come on.Okay, let's get out of here. Migrudo, sake になる果実を集めておいた。工房に運んで仕込むように頼んでくれ。おお、リムル様、もう果実を集めてくださいましたか。私もまさか酒類が飲み尽くされるとは思いませんでした。驚きです。施設団のメンバーはどんな様子だ。うまくいってるといいんだが。はい、鍛冶工房や建築中の建物、生活設備など各々の施設を見学しております。住民たちとも交流しているようで問題ございません。そうか、それはよかった。ベニマルやリグルも今頃は何か学んでいるだろうな。リムル様、アルビス殿、スフィア殿がユーラザニアへ帰還するとのことです。ああ、見送りに行かないとな。では、私たちはこれで。
甘い酒待ってるぞ。ああカリオンさんによろしく伝えてくれ。アルビスとスフィアはユーラサニアへと帰ったが、彼女らの配下たちはテンペストに滞在を続けている。なんでもここの技術をいろいろ学んでこいと言われているらしい。ユーラサニアの獣人たちは真面目で気のいいやつらだった。こっちの住人とも馴染んでいるようだし、相性は悪くないようだ。この分ならベニマルやリグルもうまくやってくれているだろう。リムル様、ヨウム殿たちが旅立つとのことです。見送りに行くか。じゃあ俺たちは引き続き英雄として名を売ってきますよ。気をつけてな。ああ、あのもしアンゲルスについて新しい情報が入ったら。わかった、知らせるよ。もし仇に会うことがあったら、だいぶ強くなったと伝えてもらえますか。任せとけ。希少花を見かけたら。場所を覚えておいて教えてほしい。英雄の仕事は盛りだくさんだな。いろいろ世話をかけるが頼むよ。そういえば新しい仲間はスカウトしないのか。俺の目にかなうやつがいたらな。じゃあまた戻ってくるから。ヨウムたちは英雄として名を売るために旅立った。そしてさらに数日が経ち、入れ違いにベニマルら使節団が帰国したのだった。Yeah, the reason why I haven't used Bimau or Vigo because they were in a far away land during that time. So, this is a man who 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 is a。Okay, and it's time for me to go play as Bimau again, so let's go clear out the roads. Koku, Setteki o kakunin shimashita. Oboru! Kokenzen! Mou akiru. Ikusou!悪くはなかったんじゃないか。組み込む。コク、接敵を確認しました。おぼろ、コクエンザン。おお、ナイス、ワンヒット。組み込む。Okay, and the boss is nearby.行きよりは楽だったが、やっぱり大変だったな。魔物の数が多い。でも結局ベニマルさんは魔物と戦うの楽しんでますよね。リグルは動きが良くなった。ユーラザニアでの訓練が役に立ったようだな。
そうです、ベニマルさんに言ってもらえると嬉しいですね。さ、テンペストに帰るか。リムル様に会うのが楽しみだ。リムル様、ベニマルたちが間もなく帰還します。さて、どうなったのやら。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。一兵士に至るまで魔王カリオンに徹底的に鍛え上げられていました。さすがはビーストマスターというところか。他には？はい、建築物は全体的にテンペストに比べれば粗末なものでした。しかし王宮にはゼイが殺され、富の一極集中が顕著のようです。リグルがこんな立派ね。Yeah, calm down. No need to cry. 住人がそれを望んでいるのです。なるほど。建築だけでなく工芸その他も今の我が国の技術力が上回っております。怪人たちが来てくれた上にクロベやシュナがいるからな。しかし一つだけ目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは？農業です。ほう。我が国とは比べ物にならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。その技術は俺たちでも習得できそうなものか？おそらくは可能かと。よし、次の使節団には農業面を重点的に視察してもらおう。リムル様。ん？お許しいただけるならば、次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか？どういうことだ？魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。死者を無下に扱ったりする心配はありません。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。ふむ、それとリグルになら任せても大丈夫。そういうことだな。はい、わかった。いいだろう。しかしお前がそこまで信用するなんて、カリオンさんは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。あ、おまそれ。ヘルフレアなんかはさすがに使えないので、コテンパンに負けました。俺もまだまだです。お前。あ、ですがフォビオには勝ちましたよ。そう。Uh-oh. I hope this doesn't, he didn't cause an incident.してはいけない男だった。だがユーラザニアとは良好な関係を築けそうだ。ユーラザニアでベニマル・リグルが注目したのがカリオンに鍛えられた戦士団と農業だった。武と食、さすが長く歴史ある国だ。しっかりした地盤が出来上がっている。農業については遠慮なく先輩に頼る感じでいく。まずは使節団から聞いた情報をもとに農場の強化を図るか。Okay, battles and banquets. Looks like I need to figure out how to build a grand farm. Wait, so how do I? Okay, so I could build a grand farm over the regular farm, so. And since I got enough materials.Ooh, and I got Sion's friendship level to 100. And let's see, I unlocked the maximum magic bullet. Ooh, okay, let's see. Yeah, I guess I could use this. Ah, hold on. Okay, there you go.目標を達成
しました。よし、目標達成。リムル様、国力の高まりを感じますぞ。まだまだ良くするつもりだ。今度行くドワルゴンだが、前に見た限りテンペストが及んでいない部分がまだまだある。今回の訪問で学べるところは学んでこようと思う。さすがです、リムル様。ドワルゴン訪問の日が迫る中、アンゲルス関係の情報が飛び込んできた。アンゲルスからの使者がテンペスト近郊まで来ています。来たか。みんなを集めてくれ。は。Uh-oh. Looks like we gotta have some company with the people of Angels. Kyoso Angelus wa Tempest ni Peridora. Kami no chikara ga umorete iru to omotte ite, sore wo ubao to shite iru. Peridora sama no chikara wo. Sumire no hanashi ya chousa shita Angelus no jōhou kara handan shite, kokka kan no sensou ni hatten suru kanousei ga aru.リムル様がいればアンゲルスなど恐れるに足りません。シオン殿、戦争となると住民への被害も。アンゲルスは好戦的な国なんですかね。教祖アンゲルスが何を考えているかわからないが、目的を考えると争いは避けられないと思ってる。テンペストはできたばかりで人間と敵対するには不安はある。だがベルドラに加護されたジュラの森の魔物たちに対し、ふっかけてきた喧嘩なら、それはジュラの森大同盟の名手を任された俺がけじめをつけるべきことだ。テンペストは俺が守る。さすがです、リブル様。教祖アンゲルスの目的は神になること。それは元の世界でも同じでした。え、そうなの。父はまがいものの神として祭り上げられていました。だけどこの世界では本物の神になれると確信している。それは執念とも呼べるもの。 Oh, you call it madness. アンゲルスの使者との交渉の場にスミレ殿を出しますか。スミレは切り札になるかもしれないから、今回の使者との交渉はスミレ抜きで進める。お父さんとリムルさんの優しさだな。初めてお目にかかる。私は天木国アンゲルスの王であり、教祖アンゲルスだ。ジュラテンペスト連邦国の代表、リムルテンペストだ。遠方より足を運んでいただき感謝している。こちらこそお招き感謝する。アンゲルスはフルブロジアの近くにある小国で、これまでは国交がなかった。故にこうした話の場は大変有益だ。テンペストの話はクマルより聞いていた。噂通り実に素晴らしい国だ。祖国を思い出すよ。あなたの祖国は。私は異世界から召喚されたものでね。この世界の国ではないのだよ。異世界出身は隠さないのか。テンペストとはぜひ国交を深めたい。異論はないかな。ええ、互いに有益な交易になるのなら。突然の訪問で手綱を握られたせいか、会見は教祖アンゲルスのペースで進んだ。ただユーラザニアとの使節団の経験も生き、大きな問題もなく話は進み、会食の時間となった。素晴らしい食事、感謝する。懐かしさを覚える味だった。それは何より。準備した者たちに伝えておく。ジュラの大森林は暴風流ヴェルドラが支配する土地だったはずだ。来るのもいきなりなら話も唐突なおっさんだな。だとしたら何か。
ベルドラが消えると同時にリムル殿、そなたが現れた。そなたがベルドラを殺したのでは。 Well, he did aid him, so does it count as killing? ベルドラの遺骸はどこにある？オークディザスターを食ったユニークスキルを使ったのか。人の話全然聞いてないな。そなたはヴェルドラの力を食ったのか。神の力をその身に宿す快感というのはどのようなものだ。神の力とはどのようなものだ。テンペストの発展にその力を使ったのか。ひょっとして異世界の英知を得られるのか。異世界へ渡る力も手に入るのか。ならば奴らを見返すこともできる。神になりたい目的は元の世界への復讐か。そなたのその力、私に譲ってほしい。下がりなさい。リムル様に一歩たりとも近づくな。神の力の対価、私が払えるものなら全てを払おう。天木国アンゲルスをそなたのものにしてもいい。望むなら他国を滅ぼしても見せる。さあどうだ。Yeah, you're crazy, man. You're crazy. これだけ融通し譲歩してもダメか。交渉が効かないなら力ずくで手に入れるしかなくなる。その力を渡す気になったらいつでも言ってほしい。では私たちはこれで失礼する。そうか。まだお食事はありますが。シュナ、もういい。お見送りだ。見たところこの場で戦っても私はテンペストに勝てないだろう。勝てるようになったらまた交渉に来るとしよう。私の力をくれぐれも侮らぬことだ。リムル殿が再興することを願っているよ。初めから国交を結ぶ気なんてない。目的はベルドラの力だけだ。 Yeah, I don't trust him.アンゲルスは危ないやつだった。俺がベルドラを殺しその遺骸を食ったと思い込んでいる。
本当は友達として胃袋で結界の解除方法を一緒に解析しているのだが、それを知る者はいない。教祖アンゲルスが思い込むのも仕方がないか。これからドワルゴン訪問が待っている。ミリムのことを説明しつつ、ガゼル王にアンゲルスについて助言を求めてみよう。 Yeah, that's a good idea. We should do that before something else happens. ミスター、ドワルゴン訪問に持っていく贈答品は何がいいと思う？酒類はいかがでしょうか。ユーラザニアの方々にも好評でしたし、我々ドワーフも酒好きは多いですから、口に合うかと。お酒か。何種類か特別に醸造して高級なボトルに詰めて、よし、酒作りに使えそうなものを集めるか。意外と甘いもの好きかもしれないけど、わからないしな。シュナの絹織物はどうだろう。武器や防具はドワルゴンの特産品なのでダメでしょうな。だよな。怪人たちの技術もさらに上がってるけど、嫌味に取られて機嫌損ねたくないしな。またガゼル王に武器を作って献上したいが、テンペストからの贈答品としてはちょっとな。Okay, so in the meantime, I need to go look for some sweet foods and smooth leather. Oh, but there's some side missions, so maybe I'll go do them first. Just give me a moment. Well, on second thought,I guess it's best for me to stop and take a break, so until next time, this is Anime Game Otaku Night 5.